217号室?ここには絶対入らない。ボルテックスクラブなのか、ビクトリアクラブなのか、はっきりして。ここに何か貼った人たちのコラージュを作ってみたいな。ここの人たちは容赦ないな。レーナは根っからのチアリーダーだな。楽しそう。唯一のオタク女子じゃないみたいでよかった。警告どうも。雰囲気があるね。埃をかぶってるけど。トイレットペーパー戦争に勝者はいない。亡霊しか残らない。奴らは生きてる。何これ、本当にバカみたい。寮のすべてがここに詰まってる。ただいま、私の小さなお城。ママは誕生日にチョコクッキーをこんなに大きな箱で送ってくれたし、200ドルの商品券も忍ばせてくれてた。おかげで寂しい誕生日にはならなかった。自分が18なんて信じられない。この年まで写真を続けさせてもらえてよかった。映画に出てくるファッションには程遠いけど、私は気に入ってる。マンレイも自撮りなんて言うかな。またパパと一緒にホッケーの試合を見に行きたいな。ケイトに10月は黄昏の国を借りてよかった。ブラッドベリー集めようかな。インスタントカメラのフィルムってもうほとんど見ないし、高いんだよね。それでも私はアナログ派だけど。カラカラだ。私ダメなママね。はい、お水。いつか映画のコレクションをきちんと整理する。それとテレビも HD にする。レーナがメモを置いていったみたい。もう、レーナの部屋に USB を取りに行かなきゃ。インスピレーションが必要な時はこれを見るんだ。フィリップ・ロルカ・ディコルシア。あんなところにカメラを持ち込むなんて。すごい絵。ジュリア・キャメロンのビクトリア朝の画面も素敵。アナログ中のアナログね。それにダリ、時間を止めて切り取る天才。ダニエルはすごいな。私を描いたからって何か言われないといいけど。このサイト大好き。ヴィンテージカメラがこんなに。ウォーレンってば本当おかしい。ここでちゃんと友達ができてよかった。スペースニードル見物で唯一私が写っている写真。いい試合だったし、最高のホッケーが見れた。クリステンとフェルナンドが酔っ払ってフリーモントトロールに登ってたね。カルティエ・ブレッソン、ドアノ、ハミルトン、最高。はあ、マックス&クロエ、ずっと友達だったはずなのに。いい加減クロエに連絡しないと。
遅くなるほど気まずくなるし。マックスメモリアルフォトウォール。ようほうキャプテン、あなたがいてくれると頼もしいよ。片目を飲み込んじゃって病院に運ばれた日からの親友だもんね。 USB にメッセージまで仕込んでた。ウォーレンはお茶目だな。リアリティショーじゃあるまいし。ジュリエット、どうかしたの？どうもしなかったらデーナを部屋に閉じ込めたりしないし。何があったの？あの女、人の彼氏とエロチャットしたのよ。ひどいね。なんでわかったの？あなたに関係ないでしょ。いちいち詮索しないでくれる？これまで話しかけたことないくせに。だから今話してるの。私の名字は？ジュリエット・ワトソンでしょ。意外。私の名字知らないと思った。知ってるよ。人と話すのは得意じゃないけど、困ってるならほっとけない。で、どうしてわかったの？ビクトリアによれば、デーナは男のためなら何でもするって。ビクトリアに聞いたの？そっか。チャットのログ見たって。ザックはさっきから電話出ないし、デーナが認めたらここを開けてあげる。絶好だけど。マックス、本当に誤解なの。きっとビクトリアの仕業だよ。彼女の部屋に証拠が。厳しいね。私と違って作品をアピールしてるだけマシか。ビクトリアの親がチェイススペースのオーナー？素直に感心した。ヴィンテージの中盤カメラにいいプライムレンズ。許すまじ、ビクトリア。違います。怪しいものじゃありません。見てるだけです。寮に 3D プリンターを置く気？取り巻きに入れてもらおうかな。この写真なんだかビクトリアみたい。冷たくて魂がない感じ。要はボルテックスクラブに入れってことね。絶対嫌だ。高いアクセをつけられるなら絶対にこれをつける。ビクトリアってこんなにレイチェルが嫌いなの？ビクトリアってジェファソン先生を崇拝してる。この記事見てビクトリアはジュリエットにキレたんじゃないかな。さっきの写真じゃなく素敵な写真を撮ってあげたのは評価できるね。これだ。ジュリエットに見せるべきメール。さっさとプリントしてここから出よう。これでデーナが無実って信じてくれるかな。写真でちょっとしたメッセージを送ろうかな。これを動かしてこっちに。うん、だんだん見えてきた。ジュリエット、これ。そういうこと？
デーナごめん、私がバカだった。本当だよ、信じられない。私がザックに手を出すと思う？分かってる、頭に血が昇っちゃって。お詫びにおごるから、友達でいて。洗濯もやってよね。ありがとう。マックスは忍者みたいだね。ザックにビクトリアのこと問い詰めてくる。マックス、ありがとう、助かった。 USB は机の上だよ。あとは USB を持ってウォーレンに会いに行くだけ。チアリーダーの生活ってどんなだろう。いろいろあるんだろうな。デーナはちゃんと母校愛があるんだね。愛しい USB、 もう二度と離さないからね。デーナみたいな人気者なら友達もたくさんいるよね。リア充の SNS を覗けるなんてすごいけど、ダメだよね、勝手に見ちゃ。中身が全部あるか見ておかなきゃ。ウォーレンの隠しフォルダは見なくていいか。後悔しそうだしね。読んでて悲しくなるよ。デーナ、さっきは本当にありがとうね。まったく、ジュリエットも子供みたいなことするんだから呆れちゃう。ビクトリアはひどいよ。あんなに恵まれてるのにどうして？友達同士なのに。ボルテックスクラブが全員仲良しと思ったら大間違い。特にビクトリアは敵が多いの。首を突っ込まないのが一番だよ。ウォーレンはあなたに首ったけだけど。どういうこと？別に。USB の中に MAX っていうフォルダがあるの気づかなかった？ああ、なるほど。あれのことね。あれって妊娠検査薬。ちょっと、人のもの勝手に見ないで。親切なふりして結局詮索。もう帰って。また余計なことして彼女を傷つけちゃった。巻き戻したらフォローできるかな。デーナ、ちゃんと診察に行ったのかな。デーナ、本当に本当なんだ。デーナ、デーナ、余計なお世話かもしれないけど、ちょっと噂を聞いたの。まさか妊娠のこと？誰も信じてないと思うし、気にすることないよ。耳に入れときたかっただけ。本当にみんな耳ざといんだから。ねえ、誰にも言わない？もちろん。私ね、妊娠してたの。過去形。そうなんだ。それじゃあ。無責任な父親なら金曜の試合に向けて練習中。でも、ザックじゃない。じゃあ、誰？あ、ごめん、言わなくていいよ。変なこと聞いちゃったね。マックスはいい人だね。USB は机の上にあるよ。ウォーレンによろしくね。けんなよ。いった、何すん。ダメだ、巻き戻そう。アリッサ、そこどいて。ああ、別にいいけど。やっとちゃんと人助けができた。こういうのがしたかったんだ。マックス、おかげで助かったよ。ありがとね。危なかったね。これだから脳筋男は。
ボルテックスクラブのメンバーにはこんなことしないくせに。くだらないクラブだよ。だよね。今度ゆっくり話そうよ。今はこの中身空っぽの小説読まなきゃ。カルマっていうのはこういうこと。いいか、俺は生徒のことは何もかも把握しているんだ。黙っていないで何とか言え。何のことか分かりません。いいか、よく聞け。俺の目はごまかせない。隠し事ができるなどと思わないことだ。分かったな。もうやめてください。なんで止めてくれなかったの？黙って見てるだけなんて。ケイトとデイビッドの間に割って入ればよかった。何なの？何かしてあげるべきだった。あの人おかしいよ。ザックもビクトリアもなんでこんなことするの？ジュリエット、大丈夫？ああ、マックス、ごめん、まだちょっと動揺してて。ザックのことあんな風に知ったらショックだよね。本当にひどいよ。気づけただけよかったよ。これでビクトリアも陰で笑ってられないでしょ。ザックとは話せた？あのバカ、救いようがないくらい完全に腐ってる。エロチャットはジョークだって言い張って。バカじゃないの？なんかウォーレンが呼んでるけど。ああ、うん、あまり気を落とさないようにね。それじゃあまたね。偉そうでイライラする。障害のある人には悪いけど、うちのトラックはあんたらよりも広いスペースが必要なんだってことでしょ。新しい監視システム？嫌な予感。指で何か書きたくなるくらいの埃。拭いてって書けなきゃ汚れてるとは言わない。アルカディアベイの駐車場を取って連作にできるかも。マックス、見てよこれ。ウォーレン、いたいた。本当に中古車買ったの？マックス、待ってたよ。はい、これ。ありがとう。ああ、うん。車買ったんだ。いいね、レトロな感じで。78年製だよ。これでどっか行こうよ。ニューバーグのドライブインシアターとか。ほんと古いもの好きだね。まあ私もだけど。どうしたの？今日はなんかすごくいろいろあって。ビクトリアが顔にペンキ浴びたんだって。写真があったら金払ってでも見るのに。言ってくれれば撮ったのに。ネットで資金を募ってみたら？みんな喜んで出資する。そうかもね。でもビクトリアも私の写真削除してくれたからよかったよ。そういや、ダニエルが君を描いたスケッチを見たよ。悪くないけど、俺ならもっとうまく描けたね。絵描けるの？科学専門で芸術は興味ないのかと。芸術は科学なり、音楽も数学さ。
ホーキング博士はピカソに匹敵する芸術家だ。へえ、絵を描くときはパソコン使うの？もちろん、マックスの自撮り写真も加工してかっこよくできるよ。面白そう、お願いしようかな。 USB に入れてあった映画、見てくれた？うん、見たよ。アキラとかトワイライトゾーンとか、今改めて見るとすごく深くて面白かった。俺は既成概念にとらわれないポップカルチャー通だからね。物は言いようだね。ちょっと待って、食人族見てないの？見るわけないでしょ。これ以上人格歪んだら困るよ。俺は大笑いだったよ。どうなのそれ。そんな言い方されると傷つくじゃん。ファストアップシーキャット代々まで持ってるなんて。あの監督はモノクロ映画の天才だよ。巨乳もやばいしね。普通女子相手にそういうこと言う？ごめんごめん。そうそう、今週末さ、俺の車で一緒に映画でも見に行かない？それどころじゃないかな。ねえ、聞いてくれる？聞いてくれるだけでいいから。ウォーレン・グラハム先生に話してみな。悩みがあるなら何でも相談乗るよ。遠慮しないで。その前にお願い、誰にも言わないでね。ネットに書くのもなし。当たり前だろ。大丈夫、話してよ。今日ね、ジェファソン先生の授業中に本当ありえない体験をしたの。未だに信じられない。ウォーレンは映画みたいにリアルな夢って見たことある？マックス・コールフィールドだな。お前ジェファソンの取り巻きだろ。授業なら受けてるけど。同じことだ。写真を撮ったな。お前女子トイレに隠れてただろ。てめえ校長に何を吹き込んだ？言え。何の話？よそ者だからって知らねえふりしてんじゃねえぞ。もともとこの町出身だよ。なら知ってるだろ。この町はプレスコット家のもんだ。じゃあ私になんか構ってる暇ないね。生意気な口を聞けねえ！余裕かましやがって。人の心配してる場合か？警察呼ぶよ。やってみろ。警察は俺の味方だ。いい加減にしろよ。ちょっとやめてよ。俺に指図するんじゃねえ。親も校長もお前も全員黙れ。マックス、クロエ。ふざけるな。またお前か。逃げろ、早く行け。早く乗って。おい、てめえら、どこ行くつもりだ。逃げられると思うなよ。ただじゃおかねえからな。